このツアーに対してお客さんが今日一日感じたことを、なんかどういう目が良かったとか、そういうことでよろしいですか。会議しに行って、申し込んだのが、まあ、その脱北者の人と一緒に行けるというのが最初から分かったの で、それでこれにしたというのがあるので、はい、それは非常に良かったなと思います。それを今からもう一回言うんですか。はい、はい、ちょっと短い短い脱北者に会って、はい、例えばどういう面が良かったんですか。北朝鮮という国を理解することですか。そうです、北朝鮮で日本のメディアで放送されていることと実際のこととがどのくらい本当と嘘があるのかというのが知りたかったのと、あと脱北される時にどのような困難を乗り越えてこられて、いろんな不難を乗り越えて今そこで仕事をされているというところに興味があったので、そういう話が聞けて非常に参考になったなと思います。満足しました。はい、満足しました。